音がね。すごいな。久しぶりで、こういうの、やっていくんですけども、もう1年ぶりでしょうか、これは。1年ぶりですかね、これは。会話できねえのか、そっちのリーダーは。はい、ということでやっていきたいと思います。準備 OK、押せよ、早く。え、なにこれ。エラーが起きる。一回抜けた。俺が欲しい。俺が抜ける？一回。ちょっと俺も抜けるわ。オッケー。はい、ということで今回は3人でプレイしてるので。はい。そうやろ。今回はですね、じゃあ新シーズンだけの武器だけで戦っていきますか。それから新シーズンだけの武器って言ってますけど、新シーズンだけで新しく追加されたてるのか、それとも以前のシーズン、一個前のシーズンになかったか、まあ今回新しく追加された元からある武器のことを指しているのか、それをしっかりとまあ見ていただきたいなと思います。前シーズンと比べて今シーズンに追加された武器だよ。ドラゴンショットでもいいんですか。ドラゴンショットもちろんいいだろ、どう考えても。はい、準備 OK 押してもいいですか。あ、OK、早く押せよ。はい、許可をもらいたったく。ナイジいつもこんな感じあるな、こいつは。毎回挨拶するときに絡んでくる。いやいや、でもちょっとまずの時に絡むっていうのは必要だと思います、やっぱり挨拶っていうのは。もう裏のことです。おいおい、チームランベルだってよ。パーティーリーダーがマッチをキャンセルしましたって書いてるから、これ浦原さんがわざとやってる。あ、ごめんごめん、俺やったか。何これ、どれ自分どうしましたね、浦原さん。じゃあ TS がキングのあたりやん。じゃあ僕に食らったらリーダーで、これ多分パーティーキックされるんです、これ。毎回これ起きてんの、バーボンって。そう、バーボンは全員疑心暗鬼さ。よっしゃ、やっとお始まったよ、ほんとに。マジで違うけどさ、あのフォートナイトどうしたっけ、さっきって。はぁー、ちょっと待ってくれよ。いや、じゃあ浦原さん、浦原さんゴーライブして頑張ってみよう。なんか TS くんまで乗ったのかと思った。思った思った、普通に疑われるけどびっくりするわ。いや、今 TS くんまで乗ったのかと思ったって言われた時に浦原さん、ディスコード落ちた、ディスコード落ちた。あ、ほら、玉尾さん通話からキックした。この権限持ってる浦原さんだけだもん。今ディスコード切れたんだけど、俺。切ってないって。え、待って、今絶対玉尾さん自分でしたよ、じゃあ。してないよ。マジで。ガチガチガチ。録画して俺困ってる顔してたよ。見たい。それ見たい。あれ、あ、え、始まった、普通に。始まった、始まった。よかった。何の目的ですね。どういうことだったの、結局。みんなちゃんと新しい武器しか持ってない。あ、そんなこともすっかり忘れてた。やだー。俺が次はキックされましたよ、これ。今通話一瞬キックされましたからね、これ。で、今犯行が可能だったし、なおかつ剣。なに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 、また上に行かされた。いや、もうこれ権限持ってる浦さんが言ってるのは確実なの。どういうこと。待って待って、あ、俺分かった。俺玉尾さんに今日その始める前に言われたんですよ、 LINE で。なんかドッキリをもともとやりたい予定だったらしくて、で、玉尾さんが、そうで、え、ドッキリ今日どうなるんですかって聞いたら、やっぱり TS にも言わないでおくわっていう。違う、マジで違う、違うから。え、じゃあこれ、あれ、トモさんとウララさんが来るの。え、待って、 TS とウララのやつこれ。じゃあ分かった、一回じゃあ俺やつ話すわ。俺はなんとなく、俺は妨害してみようって思って10分妨害したんよ。そしたら TS が今ボロを出したんよ。ちょっと待ってよ。いや、本当に分かんないんだけど。じゃあ分かった、タモちゃん。俺らも動画撮る人だし、何のドッキリかけるか言ってみ。何のドッキリやろうとしてねえよ、別に。TS 言っとったね。何してんの、これ、もう、どういうこと。俺じゃないって、本当に俺じゃないからね、これ。じゃあ俺さ、俺見せるから、俺ずっと手挙げてるから。だから俺も自白したやん。で、タモちゃんのドッキリはなんだ。だから、それ、それ違うやつ。イエスだってんだよ、お前。いや、何それ以外か。いや、今お前それ言っちゃうかんだよ、お前。ちょっと待って、誰がやってんの、誰の仕業。タモさんでしょ。違うよ、本当に違うよ。分かった分かった、タモさん分かった。新武器しか使わせないで、自分は全部使ってるとか。もう意味わかんねえよ、これ。多分 TS 君は隠しろだと思う。俺ね、見破ろうや、何のドッキリをするのか。人狼ゲーム始まってんだよな、マジで。マジで今すぐみんなアモンガスやりますか。アモンガス。そして見れやった。
わかった、情報わかった。何がわかったの？適当にいいよ、こうやって。なんでフォートナイトで人狼やってんの、私たち。俺は、でも、じゃあわかった。俺は、やろうとしてた、正直。でも、うららがなんか変なことをし始めて、俺は何もできなくなった。妨害成功ってことですか？妨害は、まあ、成功だよな。なるほど。で、何なんだっけ？え、待って、え、何なんだこれは。なんもないけど、みんなが疑心暗鬼になって人狼やって、平和村だったのに人狼した。え、ちょっと待って、それは普通に死んだのが、うん、いや、もう普通も普通やん。いや、もうとうとう友さんが死んだことにまで文句つけてくるなと思って。大事、これは普通なの、バーボンだよ。村さん自体が異常だから、もう仕方ないね、それは。友さんが一番分かってると思う、村さんが異常なこと。まあ、まあ、異常ですよ、本当に。異常な時は、そう、異常な時は異常かもしれないけど、異常じゃない時も異常よ。異常じゃない時も異常ってことが異常。異常とは何なんだい。そうそう、うん、正常とは哲学ですかね。黙れ。俺さ、なるほど、ジョセリンを出すな、そこに。ユージじゃねえよ、お前。もうなんか俺、疑心暗鬼になりすぎて手が締めてるもん、もう。ジョセ、大丈夫だ、本当に。ジョセついてくる。ジョセついてくんな、こっちに。もしかして、酔っ払った状態で冷水、冷水ドッキリか、これは。だって、うん、いや、もう本当に精神的に不安定になりそう、この環境。やばい、俺人生初のメンヘラになるかもしれない。村さんがメンヘラ製造機だった。わかんない、普通の動画にできない気がする、俺今から。これでバーボンクランの印象がこうなってしまうの。バーボンクランはこういうクランですと。違います、これはバーボンクランではなく総長ウララです。一緒にしなんでください、他人のふりしよう。この動画、ね、本当にあのこの環境に置かれた時に普通であり続けると精神が崩壊するから、俺もこっち側になるしかない。自分の身を守るためには俺もこっち側になる。海外に誰なんかもう泣かせたの。ナエジ、もう触れたくないから、ナエジのこと言わないで。キチ、感じでキチ。あの顔でこれやってんだよ。やばい。ねえ、もうやめて。誰なんそれ。あなたの頭を。ねえ、本当にやだ。おかしくなれ。やめて。お前の声は。いや、声がすごい。お前、お化け屋敷。普通に持ってきた。いや、もう怖い。村さん、びっくりした。なんかドッキリしてんのかと思った。みんなどうした、そんなに疲れて。こんな短時間で疲れたの人生で初めて。でも、もう今後コラボしてもらえなくなっちゃう。嫌だ、村さんしっかりしてよ。だってもう本当に楽しみにしてたんだから、もうやめて。たまちゃん一切しゃべらなくなったよ。頭おかしくなっちゃったよ。たまちゃん、たまちゃん止まってらんっていうか。リモートじゃん。撃たれるな、しかも撃たれるからだって。やばい、死ぬこれ。よし、ティナに運ぼう。え、タマちゃん、え、あれ、いや、ちょっと待って、あのね、疲れすぎて、あのモンスターエナジー持ってきたんだよ、今。ほんとに、ほんとに。タッタラッタラッタ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 ッ。お母さんから電話かかってきたって。なに、はい、動画撮ってんだけど。いや、いや、あー、じゃあいいよ、それで。はーい、優しい。これ優しく聞こえるじゃないですか。うん、これ何もしてない状況だし、今これ眠いんですよ、眠い。こういう時は優しいんですけど、切れたらもう。今度ブチ切れの時の音声流したいな。そう、聞かせたいな。それいいのか。本当に殺されますね。え、見てるの、お母さん。見てる、場合によっては見てる。言われるもん。そもそも動画しか見てない。ああ、らしい、ちっちゃ。ナイス。はい、よかった、勝てて。これ本当に何の動画、本当に。これさ、一番最後にやるテンションのやつなのよ、これ。俺もうテンションひどい。死ぬかと思ったわ、これ。え、キチガイになるドッキリとかじゃなくて。ドッキリじゃなくて、本当にもうキチガイになったんだよ。
そういうことなの？え、でも最初のはドッキリ？あれは。あ、あれもなんかノリでやってた。うらら、単純にやばいやじゃん。